プロイセン王国の紋章プロイセンの王は、1701年から1772年までの間、プロイセン君主としてのブランデンブルク選定校が使用していた称号。第一次ポーランド分割後は、プロイセン国王の称号が使われるようになった。ドイツ語における、前置詞、因は、方向や場所を表し、本称号も、プロイセンにおける王と訳す場合がある。 ケーニヒスベルク城で行われたフリードリヒ一世の体幹式。ブランデンブルク選定校は名目上新生ローマ皇帝の支配下に置かれ、選定校領は新生ローマ帝国の一部であったが、帝国の領域外にあり、ポーランド王国創主下のプロイセン公国を獲得し、北方戦争の結果1656年のラビアウ、条約及びブロンベルク条約で完全に主権を、 確立した。1701年に、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ3世は、王の称号を採用することで、自らの偉大さの古事を狙った。当時、帝国内には、ドイツ王、ボヘミア王、ローマ人の王の3つの王号があった。一方で、世俗選定校のうち、ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト1世が1697年に、ポーランド王に選ばれ、 ハノー・ファー戦・選定テゲオル・クルート・ビヒが1701年制定の王位、継承法によって実母に次ぐイングランド王位の第二、継承権者となった。スペイン継承戦争の際に、フリードリヒ3世が、オーストリア側について支援した見返りとして、皇帝レオポルト1世は、フリードリヒ3世に、プロイセンの王として退官することを許した。フリードリヒ3世は、 帝国内に存在する自身の主権が及ぶ領域では、王ではなく単に先帝公であった。プロイセン国王の称号は、プロイセン全土、主権下に置くことを意味するものであり、西プロイセンが、ポーランド王の支配下にあった当時は、用いることができなかったのである。1701年1月17日に、フリードリヒ三世は、各人に、 各人のものを、の標語が刻まれたクロワシを、大アキラとして捧げた。翌1月18日に、フリードリヒ3世は、妻ゾフィー・シャルロッテを伴い、バロック式の儀式で、ケーニヒスベルク城において、戴冠式を行った。フリードリヒ1世の行動は、議論を呼んだが、1713年の、ユトレヒト条約以後は、次第に受け入れられるようになった。プロイ先行に変わる。 この王号の使用は、隣国ポーランドに脅威を与えた。王領プロイセンが、ポーランド・リトアニア共和国の領域にあり、ポーランド国王は1742年まで、プロイセン国王の称号を使用していたからである。また、かつて、アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクのプロテスタント改修と、プロイセンの世襲広告化によって、プロイセンを追われたドイツ騎士団は、 ウィーンにおいてこの王号の承認を妨害した。18世紀を通じて、ブランデンブルク・プロイセンの誠意は増していった。フリードリヒ2世は、3度に及ぶシュレージエン戦争で、オーストリアに勝利を収めたことで、シュレージエンに強力な支配権を及ぼすようになった。フリードリヒ2世は1772年の第一次、ポーランド分割で、ポーランド横領西プロイセンを併合して、 プロイセン全土を領土とするに至り、プロイセン国王の称号を採用した。ありがとうございます。